What's up, guys? So I've been out on the streets today with a pastor friend of mine, and we've been asking people what they know about Christianity. There's people around them, what that's like, and here's some of their answers. 周りにそういうキリスト教の人とかっているんですか？はいないですね。ザビエルになんか祈るみたいな。ザビエル神様やから。ザビエルが神様。明治。なんか。みんなで集まってなんか呪文となれてるような呪文魔法使い魔法使いかどうかわかんないですけどうくうみたいなうーってなんか唱えてるような感じはあります。周りにそういう人たちもいない。周りにそうですね、家系もいなきゃ何もいないですね。カトリック系とかも何もない。あ、いない。本当に学校でザビエル教えたぐらいかな。あ、そうですね。ペリーとザビエル。なるほどね。周りになんかそういう人とかっていますか？人はいないですけど、高校ぐらいなら。高校がそういうところ。なんかちょっとキリスト教が入ってる高校みたいな。キリスト教の人ってどういうことしてる？イメージがありますか？どういうこと？なんか仏教でいうとなんかお経を唱えるとかいろいろありますけれど、はい、キリスト教の人って何してるのかなっていう質問です。日曜の午前とかに教会行ってなんか何してるんですかねみんなで集まって何してるかとなんかを教会でしてるっていうのは知ってるんですよね。周りにそういうなんかキリスト教の人がおるとかそういうのはありますか？僕もいないですね。全く。周りにそういうキリスト教系の人とかっています？いないですね。キリスト教をそういったこう信仰のある方っていうのは自分の周りではいないですね。うん、どうですか？うん、僕も同じくですかね。そうですね、行事とかはやっぱ日本人クリスマスとかよくやると思うんですけど、いざ本当に信じてる人ってなるとやっぱ少ないですね。本当に自分は会ったことないですね。会ったことない、はい、じゃあ周りにクリストを信じてる方っていらっしゃる？めっちゃいるっすね。めっちゃいる？いるっすね。本当ですか？どう？多分いると思います。多分いる。パパのお姉ちゃんとかそこら辺が多分めっちゃ信じてる。やっぱブラジル人みんな信じてるね。キリスト教。はい。キリスト教のイメージ。父親への感謝。父親への感謝。はい。自由。わかんない。わからない。クリスマスとか言っとけって。キリスト教って何？まず。教会だよ。仏教とかイスラム教とかいろいろあるよ。教会だよ。神。キリスト教を聞いたときに何を一番に思い浮かべますか？ザビエル。十字架。あれでしょ、紀元前作ったやつでしょ。そう。だからキリストが死んでから紀元が始まったみたいな感覚でおるから。そういうクリスト教会見たときに何をしているところかなっていうのがイメージあります？イメージあんまりないです。あんまりない。中で何してるのかなとかそういうの全然知らない。わかんない。なんか周りになんかそういうカトリックの人とかキリスト教の人とかいるとかそういう経験はありますか？いや、いないです。今だと僕のイメージだとなんか結構キリストのなんかあれジーザスのああいうモチーフが結構ストリートブランドとかでも結構こう多用されたりするところがあったりするんで、やっぱりこう僕の中ではちゃんとなんていうんですか、教えだったり信仰だったりというよりかは一個の今現代ではモチーフなんかおしゃれに見えるものみたいなまた違った見え方がしてるのかなっていうのは僕はイメージとしてはあるんですかね。いったカルチャーの一つ、カルチャーじゃないですけどなんかこうまあなんかじゃ言語化が難しいんですけど、やっぱそういう一個のシンボルじゃないですけどになってるのかなっていうふうには思います。周りにそういうクリスト教とかに携わっている方とかっていらっしゃったりします？いないです。So, as you can see, there's a lot of people who just don't have anybody around them who know the gospel or can tell it to them. We need a lot more people over here telling people about Jesus.